福総町立福宗北中学校は愛知県庭郡福宗町にある中学校。学校の周囲は福宗町の文教地区であり、福宗文化会館、福宗町図書館、福宗町中央公民館が配置されておる。庭郡福宗町の中学校は福宗町立福宗中学校のみだったが、1982年4月に分離独立して福宗町立福宗北中学校が開校した。 不相調律高尾小学校、不相調律三名小学校、不相調律不相東小学校の一部、不相調律茅森小学校の一部を学区とし、開校時の生徒数は741人だった。愛知県小中学校市によると、生徒数の変遷は以下の通りである。新種のオブジェ職員室前に、校訓の新種が刻まれたオブジェがある。 特徴的な外見からガンツ玉とも呼ばれる、このオブジェの中には、物を入れることができるようになっている。不創北中学校では入学後、2年後の自分にあて、自分からと両親から、それぞれ2つの手紙を書く。それを2年間このオブジェの中に保管しておき、卒業式の際に取り出す。またこの際、今度は5年後の自分、つまり成人した自分に向けて、手紙を書いて、 オブジェの中に入れる。不桑町では成人式が不桑北中からすぐの不桑文化会館で行われ、新成人は式典後北中に集まり、再びオブジェを開ける。オブジェはこのようにタイムカプセルとして機能している。ありがとうございます。